細胞浸透で悪性内斜視いただいた方68人の年齢性別の分布ですが、図3が平成23年3月11日点の年齢による分布、図4が二次検査時点の年齢による分布です。で、22ページ、資料6の方をちょっとご覧いただきください。悪性内斜視疑い68人のうち、手術を受けられた方が44名、術後の病理診断で乳頭がんだった方が43名、その他の甲状腺がんが1名という結果でした。手術は前回に比べて10名増えて、44名ということです。また7ページの方に戻っていただいて、基本調査との結果との比較ですが、基本調査問診票を提出していただいた方が35人、このうち最大実効線量は 2.1 ミリシーベルトでした。内訳に関しては表7、図5に示しております。一番下の方の血液データと尿中予想のデータに関しては、これまでと大きく変わらないのでご覧ください。続いて、11ページをご覧ください。心のケアサポートに関してです。一次検査の心のケアサポートに関しては、本格検査2回目、検査3回目の資料に集約して記載しております。二次検査におけるサポートについてですが、本格検査開始以降、774名のサポートをしており、延べ、1460回の相談対応を通しております。内訳は、初回受診時が844回。2回目今日が570回、先進吸引細胞時が115回、インフォームドコンセプトの時は46回でした。また、保険診療移行後についても病院のチームと連携し、継続して診療を行っております。以上が、本格検査1回目、検査2回目の結果概要です。続いて資料 2-2 をご覧ください。本格検査2回目、トータルで検査をした3回目の実施条件についてご説明いたします。調査概要はこれまでに同じなので省略させていただいて、25ページ、一次検査、調査結果概要ですが、まず一次検査実施状況ですが、平成28年5月1日から検査を開始して、28年の25市町村、および29年度34市町村の、59市町村、336,609人を対象としておりますが、現在、49,387人、9月30日現在で49,387人の検査を実施しました。結果ですが、A 判定は 99.3%、B 判定が、0.7%、 C 判定の方は0.2% でした。なお一番下の下段ですけれども、この平成28年度および29年度の対象者は2年間で前半後半に分けて本格検査を行うということになっておりますが、氏名検診対象者平成9年度、平成5年度生まれの方は、これから除いております。この年度の検査ではないので除いておりますが、節目検診に対してはその年度になると、別途計上するというふうになっております。続いて26ページ、本格検査2回、検査2回目との結果の比較ですけれども、本格検査1回目で A 判定と判定された方のうち、本格検査2回目で、検査3回目で A 判定と判断された方が 99.6%、B 判定が 0.4% でした。本格検査の、1回目、検査2回目で、B 判定と判断された方のうち、本格検査2回目、検査3回目で A 判定の方が 43.5%、B 判定が 56.5% でした。二次検査の実施状況ですけど、この時点で211人が対象となっておりますが、二次検査は10月からの開始なので、まだ結果はこの時点では出ていないという状況です。
続いて、30ページ、心のケアサポートに関してですが、平成27年7月から公共施設等の一般会場での一次検査では検査結果説明ブースを設置し、希望者には、検査終了後説明ブースにおいて医師が超音波画像を提示しながら結果を説明しています。説明ブースを利用した方は、これもこの時点で16,519人でした。諸事情で説明ブースを設置できない会場や学校での検査では、学校説明会での対応や必要に応じて電話相談などの対外手段を行っております。二次検査におけるサポートについては二次検査まだ未実施のため、サポートを未実施という状況です。以上が報告です。はい、ありがとうございました。それでは先に先ほど清水委員の方からございました件について、どんな具合なのかもし分かれば教えてください。お願いします。同意書に、不同意と付けられた方とか、それから検査をその同意書も含めて送らないでくるという、そういうそれの項目にチェックをされた方、それからその補助線検査だけで他の調査を設けられてて、他の調査で、全ての調査を送らないでくださいというふうにご連絡される方、ある程度の数はいます。でちょっとその全体を集計はしてないんですけれども、甲状腺の中だけでその同意書とグラネットという方を合わせて 5% 以下のぐらいの、今の現時点でまだ最終集計進んでませんけど、進行状況ではそういう、今のところはそういう状況です。もしです、清水委員いかがですか。どうぞマイクを使ってすいません。いらっしゃることは いらっしゃるんだなという感想なんですけれども、他の質問でもよろしいですか。一例だけ、他の甲状腺がありますね。あれは何ですか。どういう、ちょっとすみません、先生、申し訳ないんですけど、ちょっと個別の患者さんの細かいことはちょっとここでは述べてないので申し訳ませんけど、取り扱い分の中に入っている中の一つですね。乳頭がんとか低分化がんとか他の髄瘍がんとかそういうものではない。ああ、そうですか。もう一つよろしいですか。ですね、これも前から気になっていることでシンプルな疑問なんですけれども、男女比のことですも、男女比ですね。で今回の報告とさらに男女比が1対1に近づいているということで、先日 の9月に行われた国際会議で出席はされなかったんですけれども、まとめた用紙を配布した中にですね、デムチクですね、ベラルーシのデムチクのデムチク氏の報告の中に大きな変化、チェルノブイリというですね、大きな変化が3つあると、大きなスポラディックと比べて違いが3つある、そのうちの1つに男女比が男性の方にシフトしていくという意見があったというコメントがあったんですけれども、今回1対1にほとんど近づいているとこと、何かコメントがございましたら、あるいは何かお考えがあったらしい。すみません、ちょっとそこは我々、いろいろ検討しないと理由は分からないと思うんです。すみません、あくまで報告なので結果、この結果だったりですけども、はい、ありがとうございます。はい、今男女比の話が出ました。それから今後送らないでほしいという返答が来た、あるいは同意しないというのは合わせて 5% 程度だったということが今ありましたが、これ最終的な集計はまた出していただけると思います。だからそれがどういう年齢層にあるのかとかですね、どんな方がどうなのか、あるいは、受診率の関係で18歳を超えた受診率が非常に下がっているということに対する懸念、あるいはそれに対して、同意書云々ということを本当に届いているのかと、さまざまなことがあると思うんですが、そのあたり次回でもですね、しっかりと
提示をさせていただきたいと思いますが、あの、よろしくございますよね。すみませんが。ある程度検査すると大体分かってくると思います。はい。何かコメントございますか。あの、先ほどね、やはりその年齢が上がった方々の、受診率の低下というのは非常に気になるという話がございました。まあ、生物の話もそうなのかもしれませんが、ご意見があればお伺いします。あるいはご質問、春日委員どうぞ。はい、春日です。先ほどの県の対応、ご対応のところでも少し不足のご説明がありましたけれども、必ずしもその命に直結しないがんが見つかることもあるということを踏まえた上で、それでも検査にご承諾いただく方にとっては、もしもその見つかっまあ、がんが見つかってしまった後の予防について非常にこう気になると思います。ですので、今後の、この検査にあたりましては、やはり個人情報を十分に保護した上で、手術をした方たちの、その後ですとか、それから、手術に至るまでの、判断のできるだけの詳細を、これから受診を続けていく人たちに対して説明していくことが必要かと思います。で、その上で少しご質問したいんですけれども、一度手術をした後、再発したような例というのはありますでしょうか。それから、手術をする時点で、他の、機関に転移していた割合というのはどのくらいになるでしょうか。つまり、なるべく早い早期にがんを見つけて対処することが、この甲状腺がんの検査の一つの目的であるということを、申し上げているわけなので、そのあたりのことを説明に加えていただくことが一つ大きな情報になるのではないかと思うためのご質問。個人情報その他のこともあるんでしょうけれども、それから、健康調査検討委員会の範疇としてどうかというのは議論ももちろんあるのかもしれませんが、受ける側からすれば見つかるって生命保護に影響がないがんですので、よく慎重にといいますか、検討してくださいと、その上で同意をしてできるだけ調査に、あるいは検査を受けてくださいというふうなことを言っていると。それに対して、現時点でどうなのかということについて、いかがですかね。答えられる範囲で、もしコメントがあればいただきたいと思います。どうするですけれども、今の、どちらか言っていただいたように、診療法の情報をこの検診の方では集計していないので、また個人情報の問題もあって、お話しできませんけれども、もちろんこういう検診をしなくても、ある頻度で、甲状腺のがんが見つかって手術される方はこれまでにいらっしゃって、それらの方もすごく予後としてはいいんですけれども、もちろんある頻度で、最初から転移が見つかったり再発するということも方も一部にはいらっしゃるというのはあります。で、こういった検診をやって見つかった方が、そういう、通常の、数はすごく臨床的に見つかってくる方よりは多くなるんですけれども、臨床病態が同じなのか違うのかですね、そこはまだちょっと十分分かってないところがあります。早期に発見したので、早期発見のメリットがどのぐらいあるかというかことに関しては、ちょっとまだ、他のエビデンスがあって早期診断を進められているがんはある程度そういうことが分かっていますけど、甲状腺がんに関してはそのあたりが非常に分かりにくくて分かってないという状況です。はい、ちょっと質問を変えるというか、私からもちょっとみんなに分かってもらった方がいいんですが、このがんまたは、悪性あるいは悪性疑いということになった、この際患者さんということですが、この方々は
県民健康調査における甲状腺検診の対象から外れる、あるいは外れているというふうに考えてよろしいんですか、それとも、その後どうフォローしているのかということについて、この県民健康調査との関わりにおいてですね、どういうふうにこう捉えればいいのかというのは教えていただけますか。手術された方も、これはもうご本人の死死とご家族のとかでのお考えですけれども、次の本格検査1回目、あるいは本格検査2回目に来られているという方もいらっしゃいます。で、前回と比べて、甲状腺が半分、例えば甲状腺の片方を取ったならば半分というようなことで、そこで分かるということがありますけれども、県民健康調査の中で、手術された方のフォローを今しているということであります。ということですね、県民健康調査で、希望があればといいますか、その案内は行き、調査の一環として検査を受けるということもあると、ただ一般的にその診療の延長線上としてのフォローアップという対象になっていることの方が普通だと、こういうことですね、はい、他に何かございますか、はい、どうぞ、お願いします。弘前大学の常並ですけれども、丸2の7ページ目のですね、行括弧の5で、血液検査と尿中要素というのが出てくるんですけれども、この、両者を基準値とですね、悪性内視、悪性疑い、その他というふうにあるんですが、このその他というのは、どういう対象なんでしょうか。二次検査に来ていただいた方で、悪性内視、悪性疑いということにならなかった方か。それからもう一点確認したいんですけども、この尿中要素のデータというのが、これは日常生活におけるその要素の摂取量を見ているという理解でよろしいんですか。尿中要素のデータに関しては、もちろん日常生活のその前日とかですね、その日の要素の取り方で大きく変わってきますから、個人にとってみたら、その時ちょっと高かったとか少し低かったということで、要素の摂取が過剰なのか少し少なめなのか普通なのかというのは分からないんですけど、全体をマスで見た時に多い傾向があるかないかということを、あるいは少ない傾向があるのか、あるいは非常に標準なのかというのを知るということになるという、もちろんだから、その個人にとってはその日とかその前日の要素の摂取量を反映しているということになると思います。いや、おそらくこの要素の摂取量、日常生活における要素の摂取量というのが、おそらくその内部被爆線量状態に効いてくるファクターというふうに思いますので、例えばその他というのは、二次検査でもない他の方ですね、ご集団が多い、あるいは他の県のデータである、そういったものと比べてどうなのかっていうのを見ておくと、大体その線量評価ですね、線量の推定にもう一歩近づくのかなと、そういう情報がですね、というふうに思いました。ありがとうございます。当時の食事の様子と今の食事の様子は相当程度違っているというのは想像できるわけですが、いずれにしてもこの要素の、摂取状況、あるいは内部被曝の状況というのは本当にこう闇の中にといいますかね、分からないということが多いんですが、何らかの手がかり必要だろうと思います。ご意見ありがとうございます。他に何かご質問、津金委員お願いします。津金ですけれども、先ほどの春日委員の質問に関連しているんですけれども、私、甲状腺がんの専門ではないんですけれども、小児の甲状腺がんの、レビュー論文とかを見ると、要するにこういう検診ではなくて、日常臨床で診断されると甲状腺がんの、7割とか8割ぐらいは立派させていがあるというふうに、そういう論文、レビュー論文が、あります。そして、にもかかわらず、生存率に関しては 100% 近いということで、今回のこの、少なくとも日中
先行検査の時では、ほとんどが陽性に達していたというようなことが報告されていると思うんですけれども、そうするといわゆる早期発見の原則というか、早期発見であればそういうリンパ節転移がある、症例というのは明らかに臨床の症例に比べて少なくなければいけないんですけれども、検診や何かにおいてそれが、まあ、観察されていないということを考えると、まあ、早期発見というものがあまり機能していないというふうにも言えなくは、いわゆる教科書的ながん検診における早期発見は、まあ、機能していないんではないかなというふうに、まあまあ、思います。それに関してですね。それからあと甲状腺がん、一般的に言えば、まあ、大人に関するデータはされているんですけども、まあ、ステージ1から4まであって、ステージ1から3までは、5年生存率あるいは10年生存率が 100% 近いということで、1、2、3というステージが進むと落ちてくるという傾向が見られないので、そう考えると早期発見というのがあまり効果的ではないというようなことになるかなと思います。それ今ちょっと春日先生の、春日委員の先ほどの質問に関連してちょっと私が知っていることをお話したんですけども、それで質問なんですけども、5ページのところに今日後の二次検査進捗状況というのがあるんですけども、一番最後の平成26年度の、細胞診の受診者の率が 19.4% で、27年度は 9.9% ということになっていて、少し26年度の方の受診者の割合が高いような気がするんですけども、それはやはりそういう細胞診が必要だと思われる対象例が多かったから、まあ、そういう結果になっているのか、まあ、昔同じような質問をしたことがあったんですけど、やはり放射線量が高いと思われるところはより丁寧にやはり細胞診をしたのかというところをちょっとこの要するに少し2倍ぐらい高くなっているというところの、どのようにお考えになっているかということをちょっと質問させていただきます。おつるお願いします。はい、おつるですね。まずもちろんその来られた受診者と二次検査担当医、まあ、中の話し合いで、やるかやらないかというのを決まるところもありますが、あともう一つはそのこれ2回目の検査なので、その前回細胞診をしているとか、あるいは前回から の経過で、細胞診必要ないとかというふうな判断ができるとか、そういうファクターもあるので、ちょっとこの年度でこの差がこのぐらいあるっていうのが、ちょっとどういうファクターが多いかっていうのはちょっと今まだ検討してないという状況です。いろいろな要素がある。二次検査の施設がこう増えたとか、なんかそういうことと関連があるんでしょうかね。26年度の対象市町村の二次検査をされた施設と今27年度の違いがありますか？それもある。特に県外とかでも二次検査をやるようになっているということもあって、まあ、いろんな要素がちょっと入っていると思います。そうです。これあれですかね、少しもう少し詳細にデータを出してもらうようなことが必要でしょうか？いずれは検討はしていただきたいなというふうに思います。それからまあこれは偶然かもしれない、まあ今偶然の変動の範囲内と思いますけれども、平成26年度は148人が受診者で、結果は不正内視疑いが51人、それから平成27年度は41人で、17人ことのパーセンテージ的に見ると後者の方が少し高いという、まあ、その30微妙な差なんですけど、ね、ちょっと高いので、より本当に悪性に近いものを27年度の方は、セレクションしているのかなというような、まあ、ふうにも感じますので、さらなるぜひ分析をしていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、清水委員どうぞ。
清水です。私、甲状腺の専門家なので、しかも外科医ですので、ちょっと津上先生の話になった中で、意見を言いたいところがあるんですけども、甲状腺がんの生存率が 100% 近いということはないんです。90% 前後だと思いますね、重症生存率。ですから、100% 近いのと 90% 前後ということは大きな違いだ。それから、読むはいいんですけども、これは治療して読むがいいんであって、ほっといて読むがいいかどうかっていうのは分からない。それから、やっぱり治療後に何を見ている、生きてるか死なくなるかではなくて、クオリティオブライフですね、術後も治療後も快適な術後の生活を味わえるか、あるいは辛い術後の生活を味わいながら生きながら生きているかということは大きな違いがあると、この3つだけちょっと私の専門家的な立場としてコメントさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、春日委員どうぞ。春日です。清水先生、ご補足ありがとうございました。私もその点ちょっと申し上げたかったんですが、いずれにしましても単全体として、甲状腺がんを継続してほしいという気持ちに変わりがなくても、その姿勢に変わりがないとしても、受ける方としましては、お一人お一人自分のこととして今後どうなるんだろうというのは切実に心配なわけです。ですので、この、検討委員会でご報告いただくこの甲状腺検査の枠組みというのにはもちろん限界があるわけですけれども、そこを可能な限りですね、一歩でもその、受診する県民の気持ちに寄り添うような形で、内容の、開示に少しずつ努力を重ねていただけたらというふうに思います。現実にこれまで の, ご報告の形もですね、一歩一歩詳細のものを出していただくように変わってきたと思います。今後もできる限りその方向性の努力は続けていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。お次に先生よろしくお願いします。他に何かございますか。この甲状腺がんの特徴ということについてはいろいろ議論があるところですが、まだまだ何て言いますかね、皆さんで共通認識に達していないというようなところもあるような気もします。今後また議論を進めたいと思いますが、他にご議論ご意見ご質問ありますか。なければ次に参ります。あ、どうぞ。私のこれからの質問は以前にも成井です。私がこれからする質問は以前にも出てた質問であったかとは思うんですが、もう一回ちょっと確認させていただきたくお質問します。今のページの ② の5のところで、細胞診結果が68人の先行検査の結果 A 判定が62人で、その方たちの、一番最初 の,元になるところの検査では A1 が31人で A2 だった人が31人という合計A 判定だった方っていうのは62人いたということで、68人中62人だから、ほぼ多くの方が A 判定の中にあったわけで、そうするとその甲状腺がんの進行っていうのはゆっくりだというふうにも言われているので、それが C までにもう行ってしまうっていうか、このような結果になる、平均が 11.1mm の腫瘍の大きさがあったっていうことですから、そこまで行くんですかね。それからそのゆっくりっていうことがどういうふうに捉えればいいのかを教えてほしいということと、それからこの、見逃しがあった場合もあるんだって、どうしてもどんなに精度の高い機械であっても見逃すこともあって、そういうこともありえるんだっていうふうな話もあります。そうするとこんなにたくさんの人がもしゆっくりやって成長するがんだとしたら見逃されていたってことなんですかね。その辺のことをちょっと清水先生専門でいらっしゃるでしょうし、教えていただけたらと思います。はい、はい、すみません、もう一度お願いします。ですね、
62名の方のうち31名が A1 判定であって、まあ、比較的短期間に平均径 11.1 ミリということで見つかっていると、まあ、自分が聞いている範囲では、ゆっくり育つがんだというふうに聞いているんだけれども現実には、そうは見えないし、あるいは見逃しというのがこの中に含まれているとすれば心配だと、見逃しについてはどういうふうに考えればいいのかと。これは私も同じような真実です。同じような疑問を持って以前にも何回か福島県立大学先生、赤井先生、鈴木先生にも聞いたことがあります。で、やっぱりですね、お子さんのがんがどういうふうに成長していくかということはあんまり経験者もないんですよね、実は。で、まあ、大人に比べてアグレッシブであるということは言われてますので、1年2年の間に大きくなっていくことはあり得ることだと思います。ただ一つちょっと前回大津先生にお聞きしたことがあるのは 3.5 センチぐらいのが 2,3 年の間になるかなってことはちょっと疑問に思ったものですからお聞きしたんですけども、それもやっぱりそのぐらいの速さで大きくなったんですよね、大津ですね。先生がおっしゃるように子どもさんのがんとかあるいは女性の血栓もそうなんですけれども、大人で見ると非常に多くの方は様子が超音波で見てもゆっくりしてますけど、まあ、それらもある時点で画像上は見えるという、それ以前にあったかなかったかは分からないですけれども、画像上に見えるという時期があって、年齢が高くなるにつれてある時から画像上に見えるということがあるので、前回例えば A 判定だったからそれは画像に見えなかったということはありますけれども、サイズがどうかっていうのはその見え始めるときはちょっとことは我々十分分かってないということがあります。で、あともう一つ、そのここの判定はあくまで超音波の判定なので、この A1 から A2 になって BC というふうなそのがんのステージの分類みたいな意味合いではありません。ここで使っているのは、二次検査に来ていただくための分類のための超音波の分類ということです。私も足見ですけど、ナルイーヌの同じ疑問を持ってですね、ミュートしがあるんじゃないかということもお聞きしたこともあるんです。それもやっぱりやってらっしゃる皆さん一生懸命やっててないという自信を持っておっしゃってる。で、実際ないんだというふうに思いますね。そうするとやっぱり 1年2年の間に数ミリの1ミリ2ミリのが1センチぐらいに大きくなっていくこともあり得るというふうに私も思います。はい、ありがとうございます。見落としというとなんかこう検査をして見つからなかったということですが、そうではないと思いますね。はいはい、見落としというのではなくて、現に見えなかった、あるいは超音波という方法に引っかからなかったものがある時点で見えるようになったと。でそれは、まあ、大人で想定される場合に比べてより早いのだというようなことです。ナビによろしいでしょうかね。はい、他に何かございますか。はい、それでは次に参ります。次には検討事項の2の丸2です。心の健康と生活習慣に関する調査、丸3、妊産婦に関する調査について続けてすいませんが、報告をお願いします。それでは心の健康と生活習慣調査室の室長の前田ですけれども、まず心の方から話して、引き続き妊産婦調査の方も私の方から報告させていただきたいと思います。今年度資料の3列をご覧いただければと思いますが、今年度ですね、の調査、来年の2月に実施予定ですけれども、それを今回は詳しくご説明したいと思います。で、資料3列はですね、全部 その今予定しています質問紙そのものをお出ししておりますが、ちょっと枚数がかなり多いものですから例年とどこが変わったかということを示すために資料3の2の方にまとめておりますので、3の37をご覧いただければと思います。基本的にはですね、大きな変更というのはないんですけども、この3の37ページにあるようにですね、2つの項目を新たに今回追加しております。1つはですね、東日本大震災の経験および PCM の追加というのですね、一般の方々用の、調査表ですけども、
この豊野11、ね、東日本大震災の体験についてお尋ねしますというこの質問を今回加えております。正確に言うと加えるというのを復活したということですね。もともと PTSD に関しては前々のまでは測定しておりました。ここの検討委員会の特に内の方からご意見があったように非常に重要な質問項目だったんですけども、質問項目内容が17項目と非常に多くてですね、それから過去を思い出すということがあって、記載者の中にかなりちょっと苦痛になるんだということがありましたので、一旦昨年度は調査はしませんでした。昨年ですね。ただやはり今後期間が進んでいること等もありますので、やはりこのトラウマ症状の有無というのは把握したいということもございまして、今回ですね、その17項目の、もともとのオリジナル の PTSD チェックリスト PCL というものの、原本からですね4項目を抽出しまして、その4項目が科学的に非常に標準化されていると、妥当性信頼性があるということを確認できましたので、ここに挙げてますような4つの項目だけで復活したということでございます。この4つの項目でやっぱりハイリスクの方がおられた場合はこれに基づいて支援をするということになろうかと思います。それから2番目ですね、その下の項目ですけども、追加の2番目ですけども、これはですね特に昨年の楢葉町の期間からかなり私たちが調査の対象としてます13市町村期間が始まっておりますので、それに伴ってもう少し詳しく、期間した後の状況を知りたいということでこの質問を追加しているということでございます。でその他の変更点はですね、ここからあるんですけども、3の38ページ、39ページ、40ページ、41ページの方に一括して変更点を細かく記載しております。新旧対象表という形で左側に今年度分と、右側に昨年度分という形で書いております。で多くはですね、ちょっと後ほど説明しますけども、オンラインに伴う変化でございます。例えば当たり前ですけど表紙の方にですね、質問紙 の一番表紙にですね、オンライン用の ID と、それからパスワード、これは会員パスワードですけども、そういったものを記載して、そこから入力できるようになっております。でオンラインにしますと例えば質問項目、マルチプルチョイスの質問がたくさんあるんですけども、その中で、1つしか質問項目と1つしか答えられないというものもかなりありましてですね、2つ目以降はもう自動的に記入できないというのがありますので、そういうところをきちんと明記しているということが大きな変更点でございます。それから、内容に関しては、ね、それほど大きな変化はございません。先ほどの2項目の追加以外はございません。それから資料の3の3、3の42ページですけども、これはですね、昨年度ですね、今年の2月に調査を行ったものに関してですね、大体例年調査票には自由記載を書く欄がございまして、そこも毎年毎年チェックしてまとめておりましたが、時間も都合とかでですね、今は報告してませんでした。ただ調査も5年経ちまして、一度検討委員会の場で提示しようということで、今回簡単にまとめたものを提示しております。それは資料3の3でございます。大体ですね、一般の方が子どもさんの場合で 15%、 一般の方々の場合で 30% の方がですね、自由記載欄あるいは欄外に文章を記載しています。でこれ文章ですので、手書きの文章ですので、ちょっとカテゴライズするのは難しいところもございますが、ざっとですね、傾向を見ますと、ですね、3の42ページの、3ですね、意見、心の健康生活習慣の意見についてというものなんですけども、子どもさんの場合はですね、これはもっぱら親御さんが記載しているんですけども、調査に関することの苦痛やストレスの割合が最も高いですね、3割ぐらいおられています。次いで調査の目的が 22% で、継続した調査希望調査に対する感謝というのは 22% でした。で一方、一般の方々の場合はですね、一番多かったのは継続した調査希望であるとか支持感謝が 26.5% でございます。
で次のページ、3の43ページですけども、一番最後にですね、この自由記載欄の、解析についてはまとめを記載しております。まあ、先ほど申しましたように、この分散に関してはちょっと親御さんの負担が大きいのかなと思っております。調査をストレスと感じる方がですね、子どもさんでは多いということでございます。一方ですね、一般の方々の場合はですね、非常に調査を継続的に実施してほしいとかですね、感謝しているという記載が今回ございましたが、これは年々上昇しておりまして、例えば平成25年は 8%、26年度は 17%、で今回は 26% ですかね、というふうに年々上昇しておりますので、返信率の問題はあるんですけども、調査に対する少し理解はいただいているのかなというふうに思っております。いただき始めたのかなと思っております。さて、3の44が資料の3の4ですけども、これもですね、これが平成26年度から、昨年からですね、これも対象者の方の希望等を考えてですね、全員、レスポンスがあった全員の方々に、あなたはこうでしたという結果をですね、提示しております。それで結果だけ提出するのではなくてですね、アドバイスも書いておりますが、昨年度版ですね、昨年度、今年の2月に調査の返信していただいた方々への、フィードバックの通知書でございます、の見本でございます。3の44ページにありますし、これは子どもさんのようですけども、一般用も全部同じですけども、このようにですね、下の方の棒グラフのようにですね、昨年、その前の調査ですね、平成26年の調査と比較して、現在こうなんですよという形で、その書いた方が比較して見れるようにという形で、書いております。で、裏面に助言を、簡単でございますけれども、こういった助言を書いているというところでございます。で、来年度、今年の調査ですね、来年の2月の調査においても同じくこういった形でフィードバックをしていくつもりでございます。で資料3の5はですね、返信し、フィードバックと同時にですね、一緒に同封しているパンフレットでございます。これも例年出しているものとそう大きく、変わりはございません。引き続いてですね、本日妊産婦調査室 の、 藤森室長が欠席されていますので、副本庁の私の方から妊産婦調査についてご報告したいと思います。特にこれも心のことダブルですけども、オンライン回答ですね、こちらはもうすでに先行して始めております。ですから、ちょっとこのオンライン回答について少し、お話したいと思います。資料4の1をご覧ください。特に妊産婦調査ですね、また若い人が記載することが多いので、紙ベースのものよりもネットを使った方が返信率上がるんじゃないかということが考えておりまして、妊産婦調査、今年の調査からですね、オンライン回答を始めております。で、資料4の1にありますように、まず ID 番号があって、それパスワードがあって、これを入力していきます。パスワードは仮でございまして、一旦入力した後に本物のパスワードを再設定していただいて、質問に順序答えいただくという形になっております。で、実際の画面はですね、4の2ページ、その次のページの裏面ですね、に実際の、オンライン回答手順というのがあります。なるべく分かりやすく記載するようになっておりますが、オンライン回答といってもですね、実際はですね、パソコンで回答する方にもスマホで回答することが圧倒的に多くてですね、9割ぐらいは現在のところスマートフォンで回答しているという状況でございます。で、これを用いまして、例えば妊産調査ではフォローアップ調査ですね、3年後のフォローアップを実施しておりますが、そういった方々に対して、このオンライン調査、オンライン回答を実施しているところでございまして、今のところは非常に順調に進んでいるということになります。心の方は2月からこのオンライン回答を実施するという気になっています。以上でございます。ありがとうございます。今、心健康の生活習慣ということと、妊産婦に関する調査、
ご説明いただきましたが、何かご質問、ご意見、ございますでしょうか。はい、乗り入りどうぞ。あ、どうもご苦労様です。改編と、それからアドバイスシート のモデルを見せていただいて、とてもよく分かりました。非常に工夫されていいなというふうに感想をいただきました。それでですね、この資料3の4の見本を見ると、非常に自分の状態がどういう状態なのか、一目で分かりやすく表記されていて、自分の体の状態と心の状態も両方一緒に、それから食生活もトータルで一目で見れるようになっているのがとてもいいと思います。よく工夫されたなというふうに思っております。そしてしかもそれがアドバイスもちゃんとついているというところがまたとても良くて、そのアドバイスの中でちょっと思いましたのは、心 のストレス反応についてというところで、例えば一番最後のページの3の丸3の53のところで、ストレス反応が多い傾向にあります。当健康管理センターではご相談を受け付けております。医療診察が必要な方には医療機関に対する情報を提供していますので、お気軽にご相談くださいという手立ても書いてあって、それもいいと思うんですが、ただストレス反応が多い傾向にありますってバンって言われて、そしてじゃあだから電話してくださいっていうだけだとちょっとこう乱暴で、ストレス傾向が多い傾向にあります、リラクセーションとかさまざまな対処方法がありますので、ぜひでお電話でご相談くださいにした方が受け取った方はよりどうすればいいか見えるし、電話をしてみようという気になるのではないかと思うので、結果だけポンとだけじゃなく対処も少し入れた上で電話へとつないだ方がいいんじゃないかというふうに、はい、思いました。はい、いかがでしょうか。ありがとうございます。ここはものすごく揉めましてですね、表現に関しても例えばもう少し明確にうつ症状とかですね、具体的に書いたらいいんじゃないかとかいろいろあったんですけど、まあ、あまりこういった文字情報だけのコメントで、編集者の方がすごくその心配になりすぎてもいけないということもあってですね、ちょっと本当にこれは委員が指摘されるようにちょっと非常に曖昧な表現に落ち着いてしまったわけです。で、問題は対処法なんですけども、先ほど、ご紹介したように資料の3の5にですね、かなり詳しい例えばすいません、メンタル面に行きますと3の59ページに PTSD のこと、3の60に子どものメンタルヘルスに関してとかですね、こういうここら辺でかなり詳しく、うつ病とかですね、詳しく書いております。こういったのを見て、もらってということでございます。ただですね、確かにちょっとここもう少しコメントした方がいいかもしれませんので、その点に関してはちょっとまた、持ち帰って検討していきたいと思います。ありがとうございます。他に何かご意見どうぞお願いします。弘前大学の徳並です。丸3の35ページなんですけれども、それとですね、丸3の43のところで、その他に調査内容において問い順に放射線の認識の説明はっていうところがあるんですが、これは35の問い13ですか。はい、そうです。でだね、そうすると、これはです。放射線のリスク認知といいますか、一般の方のですね、放射線リスクに対する認識度っていうのは非常に重要なファクターだと思うんですけれども、この設問の中で無回答でわからないというコメントが例年見られるというところで、この分からないというのは知りたいと思っているのか、それとも知りたくないのかというのをですね、福島県に限らずさまざまなところで放射線に関する講演会が、開催されていると思いますけれども、そういったところに参加されているはずだと思ってるんですが、この分からないというところがちょっと気になりまして質問した次第です。この質問がですね、結構確かに分からないという
回答が多いんですね。でこれは実際はそのあなたはどんなふうに感じてますかということを聞いている主観的な質問なんですけども、これちょっと一つ読みに誤ってですね、客観的に知ってるかというふうな質問とちょっと間違えていて分からないという方もおられるかもしれません。菅井委員がおっしゃるように、本当にどこでいいかも分からないと、質問を分かっておいて分からないという方も、もちろんおられるんじゃないかと思います。多分さらに知りたいかということですね、この質問では全く分からないので、もしかしたらそういったことも聞いた方がいいのかもしれません。いかがですかね、この放射線の影響についてというのはまさにこれからまだまだ取り組まなければいけないということで、先ほどの県からの報告でもですね、さらに力を上げてというお話もございました。放射線の影響について、知りたくないという話と、知りたいんだけど、わからないからという話とですね、いろいろあるんだと思います。この辺は詳細に結構した上でですね、どんな対応をするのがいいのかということも考えていかなければいけないことになると思いますので、引き続き、これ、経年変化なんかも分かるんでしょうから、そのあたりも見る必要があるんだろうと思います。他にいかがですか。はい、津波委員どうぞ。津波ですけれども、資料3の4 の、 返却に関して、特に食習慣に関して、好ましい、好ましくない、0から3歳では2段階で、それ以降は4段階とか、一般だと6段階でいろいろ評価してますけれども、どうやって何を基準にどういうアルゴリズムでこういう評価をされているのか、ちょっと参考までに教えていただければと、あるいは、そしてそういうのどっか、そういう、こういう形で、変数化しましたよみたいなことはどっかから参照できるんでしょうか。ご覧ください。この4段階とか3段階とかいろんなパターンで分かれているのは、もちろん質問紙の質問選択肢ですね、数をそのままここに投影しているわけでございまして、です。で、好ましくないとか少ないとかいうこの表現も相当気を使ったんですけども、基本的には日本の基準データをもとにそれに比べてどうですかという形で、書いております。ちょっと私は生活習慣の専門じゃないんですけども、そういった形で、標準化したものを参照にして、判断をしているところになります。さらによろしいですか。はい、どこかにつかないですけど、どこかにやはりどういう基準でこういうものを決めたかということが公開で参照できるようにしていただけるといいなと思います。そうですね、なんで好ましくないって書かれたのか、後ろにコメントあるんですけどですね、ということだろうと思います。これをご検討いただきたいと思います。他に何かございますか。春日委員どうぞ。はい、春日です。昨今報道されていますように、避難されているお子さん、あるいは大人もですね、いろいろこういじめにあっているということが最近になってやっと報道されるようになりました。ただ私に本当に何人かの方からお話を伺っていると、ずいぶん前からそういうことがあって、ようやくそれの一端が見えてきたのかなという感想を持っております。この自由記載の中に、学校や近所あるいは職場等でですね、その福島県民だということで、いじめを受けている、あるいはその避難しているということで県内でもいじめを受けている、そういうような自由記載がこれまでにもあったでしょうか。それからそれに関連してですね、3の33から34、ストレスの状況について5段階で書くようにはなっていますけれども、これを具体的にそのどういう理由ことがストレスだったかということまで掘り下げることは、可能、あるいはそういうことはお考えになっていらっしゃるでしょうか。これまでのご説明の中でこの調査自体がストレスになってしまうということと、調査をしてほしいという、あるいは調査に関する感謝と両方のご意見があるというご説明だったので、本当に
難しいご判断があるということはよくわかるんですけれども、このあたりの実情についてちょっとお聞かせいただければと思います。最初のご質問に関してなんですけども、おそらくそういった記載があったのかもしれません。ちょっとかなり膨大なデータですので、ちょっとそれ持ち帰って宿題としてちょっと見てみたいと思います。私が覚えているのは、調査をですね、分からないようにやってほしいと、郵便ポストなんかにポンとか入ってしまったりしますので、それ分からないようにやってほしいという意見はですね、時々あります。多分おそらくスティグマに関連したものだと思います。それから第2点目に関してはですね、そのちょっと質問の意味としては、例えばその PCA の短縮版 の, こと337ページのこの質問の5項目ということでしょうか。4項目の質問の選択肢はどう、そうですね、3-37にもありますし、3-34に憲法としてありますけれども、これをこう掘り下げることで、さらにそのストレスを与えてしまうというご心配は十分あるとは思うんですけれども、ただストレスの原因をより詳しく拾い上げることで、対策にも結びつけられるという面もあると思いまして、ここです。実はこれはストレスというふうに一応書いてるんですけども、かなりこれは PTSD という疾患に特有なストレスというふうなものでございまして、この質問に答える選択肢もですね、すでに米国の方で開発されて日本語に標準化される中で使用しているもので、これ勝手に変えるとですね、そもそもちょっと質問紙の妥当性が損じてしまいますので、こういった形で使うしかないわけでございます。ただ確かに詳細な、その中でどういったことが一番辛いのかとか言いますね、聞きたいところではあるんですけども、質問紙が非常に質問項目が多くて、返信が下がっていて、明らかなエビデンスがあるんでですね、ちょっとそこも厳選してやっておりますので、そこのところは天秤にかけながら考えていきたいと思っています。これはあれですよね、実際に相談にあるいただくと、かなり細かいところまでは調査にできますか、明らかにできる部分があるということでよろしいですか。そうそう、この PCL、あるいはもう一つのステルスチェックは軽視ステルスでやってますけども、これのハイリスク点数が高い人には必ず電話による支援をやっております。年間4000人ぐらいの方やってるんですけども、そこでは もちろんもっと詳しくお話をお伺いしたり助言をしたりとかしています。はい、ありがとうございます。先ほど関西委員からご発言になりました、いじめの問題ですかですね、そういうことを、直後もたくさんあったというふうに聞いていますし、その経験をした人少なくないんだろうと思いますけれども、今5年半経って、あるいはもう6年になろうとして、そういうことが続いているというのは本当に悲しいことだなと私も思います。他に何かございますか。よろしくございますか。今日はですね、1時半開始の予定を1時にさせていただいて大変恐縮でございました。ありがとうございます。一通り終わりましたと言いますか、今日検討すべき項目についての議論がございましたが、何か委員の皆さんからご発言ございましたらお伺いしたいと思っておりますでしょうか。それではですね、最後に議事の括弧3ということで、その他ということを一応書かせていただきました。会議の前に皆様方のお手元にさまざまな、要望書、あるいは建議書のようなものをお届けをいたしましたが、お目を通しいただけたと思います。いつかこれまでも同じように出されたものにつきまして、皆様方に回覧をするという方針に従ってそうさせていただいたものでございます。何かこの件、についてどうですかね。ご意見ございますか。私ども、県内に住んでおりまして、福島第5回ですかね、福島国際専門会議という会議が、ある種の建議書なんですかね、要望書、
提言書というものだったと思いますが、それをまあ新聞に、新聞にじゃないですね、知事に受け取られて、知事が受け取ったというふうに報道をされています。で、私どもは、まあ、皆さん方ももしかしたら新聞記事は言ってないんですか、事務局どうですか、言ってないんですかね、新聞記事については言ってないですか。新聞記事含めて、送っております。その中でですね、まあ、知事が、まあ、この検討委員会にもご検討いただいた上で、県としての対応を考えていきたいというようなご発言をされたというふうに聞いています。その辺ちょっと県から簡単に報告をしてもらえますかね。今月の9日にですね、福島国際専門会議から提言をいただきました。知事が受け取りました。でその中で、まあ、その提言だけじゃなくてですね、これまでさまざまな団体から様からですねご意見いただいています。それを含めてですね、提言も、まあ、一つの参考材料としてですね、この検討委員会の中で、きっちり検討していきたいということだと思います。特にその国際会議からの提言もですね、特別な事故ではなくて、まあ、いろんなさまざまな団体からの意見もご意見、要望いただいていますので、それを含めて、この会検討委員会でご議論していきたいということでございます。はい。ということでありまして、前回もちょっと話をしてですね、いろいろご意見いただいたところなんですが、まあ、県民の皆さん、あるいは国民の多くの皆さんにですね、特に県民なんでしょうけれども、十分な説明が足りていないなということを私も感じます。皆さんももしかしたら感じられているのではないかなと思いますけれども、例えば、まあ、例えばというのはこれからは分かりませんが、まあ、国際的にもそういうふうに評価されているというある種結論部分のようなものが、まあ、先行してですね、まあ、それをベースに専門家が話をしているんだから、まあ、そうなんでしょうというようなことではやはり十分な理解が得られないのではないかなというふうに私も感じます。で11月にはアースケアというところからですね、これは国連の組織のようですけれども白書が出されておりますし、さまざま国際的な機関、あるいはこの間のその会にもそうだろうと思いますが、ご意見をいただき、いろんなことを提示されていると。しかし今一つといいますか、我々十分に県民としてもですね受け入れていないように感じています。で、まあ、私が考えたというとまたなんか私だけが風呂叩きにされそうですけど、私が考えたというよりはですね、さまざまな方にご意見もいただきました。いろいろご相談といいますか、どうなんだろうねという話もさせていただきましたけれども、もう国際的にもさまざまな経験が、ありまして、それが、まあ、先ほどのアンスケアの話もそうですし、福島国際専門家会議の話もそうですけれども出されている。しかし県民の皆さんにきちんと分かるような形で伝わっているのかというと、必ずしも私はそうではないというふうに思っています。でこれを丁寧に議論をして、皆さんに理解をしていただくということが、多分この調査を進めていく上でもですね、とても大切なことだと。でもしかしたらこの検討委員会の機能の一部というふうに捉えることができるのかもしれませんが、私どもとすれば、まあ、この検討、この会議をどのように進めていくのかということについて、さまざまな立場からご意見をいただくという立場からするとですね、むしろ全くの第三者といいますか、国際的にも、まあ、理解をされ、あるいは学術的、学問的にも理解をされて、なるほどと思える人たちによるしっかりとした、そしてエビデンスで示されたものについて紐解いていただくというようなことがどうしても必要なのではないかなと思います。第三者的であり、中立的であり、国際的であり、科学的であると、皆さんの顔を見ながらそうでないという意味ではありませんが、そういう意味でですね、皆さんにとってもなるほどと、それから県民の皆さんにとっても理解ができるということが必要だと思います。何もこれ私はこの検討会議のありようを変えたいとかいうことではありません。この検討会、そして甲状腺の部会について、あるいは情報提供の部会について、これまでと同じか、これまで以上にですね、しっかりとした議論を進めていくつもりですので、今後、まあ、今申し上げたようなさまざまなご意見をいただくことについて、これを私たちがそのいちいちといいますか、これについてコメントをしたり、ここで議論をするということよりも、むしろ第三者的、中立的、学問的、国際的にという議論が遅きに失した感があるのかもしれませんが、
でも今だからこそ私は必要だろうと思います、その意見だけを受けてどこっていうことではないので、かなり大きな皆さんから意見いただいてますが、このあたり、まあ、どのようなことなのかなということでありますが、何かご発言があればいいですが、私が聞いたところによるとですね、放映権というところには、なんか第三者組織を持って、聞いているというような話を聞いたことありません。稲葉委員は、ごめんなさい、広島、そうですか、ごめんなさい、広島大学の稲葉でございます。広島大学ですので、まず最初に放映権ではないとお断りして、放映権は小玉先生なんですが、今日はお見えになってらっしゃらないようです。小玉先生いらっしゃるんですね。神谷先生っていうのは何かご存知だったら教えてください。ちょっと突然なので、あれなんですけど、まあ、小玉先生が本当は答えるべきところなんで、私が、答えていいものかどうか分かりませんが、私が知ってる限り の情報提供ということで、放映権の、第三者の評価についてですかね、をお話し、知ってる情報を提供させていただきますと、放映権はご存知のように常に国際的に、調査結果が注目されているような機関でありまして、そのために科学的な妥当性といいますか、調査そのものの妥当性とか、その成果の科学的な評価というのを、常に国際的な評価にさらされているというような機関だというように私自身は思っています。でそのために放映権自身もそういう第三者的な評価をする委員会みたいなのを作られているというように聞いておりまして、その一つが科学諮問委員会というのがあったように思います。でそれは毎年開催されてて、しかも外部委員ですので、第三者の外部委員によって評価される立場の委員が評価するというような話を聞いています。でその科学諮問委員会の評価というのは研究計画とかそれの妥当性とかいうことらしいんですが、その評価は毎年マスコミで記者会見されますので、一般の人にも分かるような形になっているというふうに理解しています。で私は広島に広島でそういう地元の新聞を読んだりして、そういうことを知っております。それからもう一つさらに大きい枠組みでブルーリボン委員会というのが以前開催されました。これもかなり注目されたような記憶があります。随分昔の話ですが、でそれの時はまさしく国際的な当該分野の研究者が指名をされまして、でそういう専門家によって純粋に科学的に評価するというようなことが行われて、それに基づいて放映権の調査事業の方向も決まるというような話を伺っております。もし詳細につきましたら小玉先生にお聞きしていただけたらと思います。私の情報がどこまで正しいかは分かりませんけど、私自身はそのように理解しております。はい、ありがとうございます。そうです、僕小玉先生が以前割合早い時期だったと思いますけれども、ご発言をされていたのをちょっと私記憶にしていたので、ちょっと広島と放映権ということをちょっとこう思いついています。すいません、不規則発言だったかもしれませんけど、上田に何かご発言ですか。論点となっているのは特にその甲状腺の検査について、やはりさまざまなご意見やさまざまな考え方があるという、そこが一つ論点なのではないかなというふうに私もちょっとまだ2回目ですが出席させていただいて思ったところです。でこの検討委員会というのはやはりその
今健康調査として行っておられるそのデータのであったり知見であったりその経験をもとにですねやはり政策判断としてこれからどのようにですねより良いものにしていくかというようなことを特にその幅広いステークホルダーの方々が加わって議論しているというそういうところに強みがあるんだろうと思うんです。でそれに加えてもし何かさらに付加価値を高めるとすれば、まあ、今甲状腺疾患についてはその科学的な知見が世界的にもいろんな論文が臨床的なものあるいは疫学的なものが出ていますのでそれらをいかに政策判断に生かしていくかという点でそのレビューをするという機能もつまり何が分かっていて何が分かっていないのかどういう選択肢があってあるいはいろいろな選択肢の中でプラスマイナスメリットデメリットいろいろありますのでそれを下ごなしというか前さばきをしてもちろん判断をするのはこの、ステークホルダーの方々がおられる会議だと思うんですがそういう、 こう枠組みを独立したという言葉で今神谷先生からのお話があったので私が連想するのはそういうことをちょっと思いました。で私が知っている例えばいくつかの国連機関などでもですね科学的な評価を行う機関と政策決定のための議論を行う場というのは独立した機関が担っているというそういう例だと思うんですね。で後者はやはりその政策決定のための議論ですから政策判断だった対策の立案を狙う担う政策に直接関係する本当にステークホルダーの方が入っているのが不可欠なんですがそれとまた独立した形でその時点で最新の科学的な知見をレビューをしてステークホルダーによる政策決定の議論に資するような情報提供を行うこれをその評価なりレビューをするところと政策判断するところが一緒にやってしまうよりもそれぞれ独立して行うということがよりその中立なプロセスであるというふうな言い方をされているというそういう事例を思い出したところです。で、まあ、大事なことはこの場であるのと同じようにですねその科学的な知見をやはり紐解いていく特にその、やっぱり一般の皆様によく分かりやすく伝えていくということでは透明性を確保してですねオープンな場でやっていくというのはもう同じように重要なんではないかと思いますがそのようなその国際的に行われているようなまあ、なんていうんでしょうか枠組みというか手法というのも取り入れることは役に立つのではないかなというふうに思います。はい、先ほどからの議論もそうですけれどもやはりまあ、ちょっといろいろな見方があってですね、まあ、それをしっかりと、まあ、共通認識を持つというのも大事でしょう我々にとってもですね。それから何よりも県民の皆さんにとって、この問題をもっとこうしっかりと捉えてもらうというようなそういうことも必要だろうと思います。いかがですか皆さん、まあ、ここで議論をするということも一つ行われる気もしますけれどもむしろ我々からまあ形とするとですね、我々がまたここに何か検討会みたいなのを出されるのではなくて、県にちょっと打ち返し、まあ、要は県から弾が飛んできたわけですから、できればこう打ち返したいという感じなんですね。そうすると、県としてこの第三者のによる国際的、学問的、中立的な、議論も、まあ、特にこの場合、甲状腺と放射線との関係ということだと思いますが、を中心に、今専門家による国際的な現時点での、あるいは最新のといった方がいいかもしれませんが、レビューをしてもらうとこういったことが必要ではないかと思いますが皆様方ご意見ございましたらお伺いしたいと思いますがいかがですか。はい、春日にお願いします。春日です。方向性としては私も賛成なんですけれどもそのための一つの手法と、まあ、手段としてのご提案というかご質問なんですが、この検討委員会の下に置かれている甲状腺専門部会これをもう一度再開してそこにその、専門家 の、 まあ、お一人というか一部である福島県立医大の先生方にも入っていただきまた国際的な専門家をお招きして何度かお話を聞くそういう形はあり得るんでしょうか。まあ、具体的に私もイメージができているわけではないのでこれも議論だと思うんですが、今医大でやってらっしゃるというかお願いしている調査の結果を評価するというのが基本的に甲状腺評価の評価部会だと私は思っています。ですからそれにふさわしい方に入っていただいている
それもこの検討会にからあの、ね、検討会からの部会ですので、ある種政策的な判断を、まあ、含むものとしての、まあ、提言言書もそんな形でいただいてますので、提言言書といいますか、この本会に言ってますか、この検討会に対する、報告もそういう形でいただいてますが、それとは全く別個にですね、もっと学問的なこと、忠実的なこと、そして分かっていることと分かっていないことを明確にするという、それでなるべくその、まあ、もちろん関係者も全く排除するというわけにはいかないのでしょうけれども、その 検査結果その他とは切り離して、つまりその前段として、検討いただくと。ですからそれはもちろんここにはそういう形で報告をいただきますし、広く、議論をしていただくということになることになりますが、そういうことでその、切り分けたいというのが、まあ、私自身 このずっとこれを二十何回やってきてですね、そういうものがあって、ここで議論をする方がよりいい透明性も、それからさまざまな議論も、深くかみ合うのではないかと、そういうことでありますので、ちょっとそこら辺は切り分けた方がいいのかなと私は思います。いかがですか、他の委員の皆さん。津賀ですけれども、まあ、この県民健康調査に関連して、要するに科学的な部分を担っているというのは、県立医大の放射線医学県民健康管理センターということじゃないかなというふうに理解しているんですけれども、まあ、そうだと、そこのセンターに対する外部評価委員会とか、そこのセンターの科学性アクティビティを、まあ、評価するような外部評価委員会というのは現在あるんでしょうか。まあ、そういう、まあ、いろんな我々の、例えば、うちの研究センターですね、外部評価委員会があって、我々がやってる研センターの、科学的なアクティビティを外部の人に評価していただくというようなところがあるんですけども、この辺に教えていただく。多分それはですね、十分に機能が果たせていたかどうかは別として、甲状腺に関して言えば甲状腺、検査検討部会でありし、調査全体については我々がその役割になっているというふうに、まあ、考えるべきだと思います。ただそれは十分に機能として発揮できたかとか、必ずしも十分じゃないのかもしれません。ただ今回私が申し上げたのは、医大でやられている検査のそのもののことではなくて、もっと県民の理解っていうのを深めていくため、あるいは我々自身もそうですけれども、科学的な議論というのは独立されて行われるべきだと、まあ、それを行うのを、県にちょっと打ち返しましてですね、県で考えてくれと、まあ、ここで考えるべきことではないといいますか、ここでうんぬんというよりはむしろ県の方でお考えいただくべきことだろうと私は思うので、まあ、そういう形でお返ししたいということです。したがって、今の県民健康調査そのものの愛用うんぬんということでは、ないというふうにちょっと切り分けた方がいいんじゃないかなと思います。先ほどの議論も聞いていても、やはり少しもう少しこう議論というものの前提になる共通理解というようなものも持つべきだろうという場面がちょっとありますので、私はやっぱりそれをしないで、いたずらにと言いませんね、議論を進めていくよりはむしろそういう評価をしていただいて、それをベースに議論していくというようなことの方がより近道かなというふうにも思いますが、その辺いかがですかね。何かそんなけしからんという意見がなければですね、要は別に私がここで決める話ではありません。我々も、まあ、県の、まあ、知事が受け取った報告書をはじめとしてさまざまなご意見があって、まあ、県からある種、県、なんですかね、この検討会はどう考えるかというような問いをいただいたというふうに私は認識したので、まあ、それに対する答えとして、まあ、そういう形での検討会、検討会になるのかなのか分かりませんが、そういうものを持つべきだということで、県にはお伺いしたいと思いますが、県としては、まあ、どういうふうに、私の理解が間違ってたら間違ってると言っていただいていいんですけど、どんなふうに理解をするのか。あ、稲葉に何か。はい、どうぞ。いや、そんな大げさなことじゃなくてです。さっきペロペロペロとお話にあった科学的、国際的、あれ、ちょっともう一回、キーワードかなと思いましたので、科学的、国際的、第三者的でしたっけ。独立的。それ6つぐらいあります。
ちょっとあまり責めないでいただきたいです。要は第三者的であり、科学的であり、独裁者として独立していて、かつ国際的で今日的であると、つまりアップデートされているというようなことの組み合わせだと思います。皆さんが納得できるということが大前提だと私は思います。よろしいですかね。ごめんなさい。はい、県から何があったんですか。保健福祉部長の井出です。ただいまの委員の皆様の議論を踏まえまして、専門家がいらっしゃる学会であるとか、国際機関、これらを含めてどのような場を設けるのがいいのか、国とも十分、相談しながら検討してまいりたいと考えております。よろしくございますかね。これまたどういうふうにするかということは、多分こちらにもまたご報告いただけると思いますので、その際、皆様方にご相談をして、何か、アイデアをいただくというようなことがあるかもしれません。その施設にはご協力をいただきたいと思います。他に何かご発言があればお伺いしますが、特段のご発言がなければ本日の検討会はこれで終了させていただきますが、よろしくございますか。はい、それではありがとうございました。以上をもちまして第25回検討委員会、県民健康調査検討委員会を閉会いたします。ありがとうございました。報道機関の皆様にお知らせいたします。引き続きこの会場に行きまして、検討委員会後の記者会見を開催いたします。